ルイ十世は、フランス王及び、ナバラ王。フランス王フィリップ四世とその日である、ナバラ王フアナ一世の長男。フィリップ五世、シャルル四世の二位。その知性の中、諸外国との争いに明け暮れたため、強情王、または喧嘩王とあだなされる。ルイ十世の短い知性の中、フランスとブルゴーニュ公国やイングランドとの争いが絶えなかった。王は、 フランス王軍をブルゴーニュとの境界に動員し、穀物などの禁輸を命じたが、効果を上げられなかった。1316年、ジュドポームの後、冷たいワインの飲みすぎで胸膜炎か肺炎になり、ほどなく放御した。王妃クレマンスド・オングリーは妊娠中だったため、子が生まれるまで王帝フィリップが摂政を務めた。ルイ10世の放御から5ヶ月後、生まれた子供は、 男子で、ジャニー一世として即位したが、一週間経たずに養成し、王帝フィリップが、フィリップ五世として、王位を継承した。結婚する以前に愛人としていた名前不明の、女性との諸子最初の王妃、マルグリット・ド・ブルゴーニュとの子供二番目の王妃クレマンス、ド・オングリートの子供。ありがとうございます。